そもそも試験会場に行って単語帳を見ないと単語不安みたいな状態で受験臨むこと自体が間違ってるので、うんうん、そうじゃなくて、入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます。受験トーク、それでは始めていきましょう。マナビズムの中桐です。マナビズムの今井です。こんにちは。はい、じゃあ今日の質問です、はい。公募推薦入試が近づいてきて、うん、めちゃくちゃ緊張しています。本番の日に心得ておくこと、注意点を教えてください、うん、そうですね。まあそろそろもう本当に直前っていう、ね、1週間前とかっていう風になってきますかね。早いですね、1年経つの。まあ、1年前、まあ、もう1年経ったかと感じですね。ジジイみたいなもう年なんでね、だいぶね、首もないし、年取ってきたら首なくなるんですわと。行きましょう、行きましょう。これじゃあちょっと試験前と、うん、うん、試験会場での注意点とかにちょっと分けましょうかね、うんうん。で、試験前で気をつけておくことなんですけど、うん、これは生活リズムを整えに行くことだと思います、うんうん。っていうのは、まあ、試験の前日とかにめっちゃなんか変に気が入ってしまって、なんか遅く寝てまう、あるいは逆に早く寝すぎ、早く寝てしまうとかって、うん、可能性としてはありえるんで、うん、まあ、そういうことをなくしておくこと、それから、まあ、電車で移動するとかやったら電車の時間調べておくとか、あと、まあ、試験の開始まで、まあ、キャンパスに入ってからどれぐらい、まあ、駅からキャンパスに行くまで時間かかるかとかもちょっと調べてみて、うん、自分があと1週間ぐらいでどう最高のパフォーマンスで受験に臨めるように生活リズムを整えようておくことが大事かなというふうに思いますね、うんうん。当日だけね、調整うまいことできたら苦労しないですけど絶対無理ですから ね、 もうそれをなんかこう公募だけ特別、公募の日は特別みたいにやってるから余計緊張するからしっかり今の段階からリズムを整えることを意識しておいてほしいですね、はい。で、試験当日会場 で、 そうですね。でこれはその僕生徒らにもみんなにずっと言ってるのが、やっぱりこう例えばまあ、なんちゃら大学は文法がよく出るからちょっと文法書を見ようとか、なんちゃら大学は読解がよく出てくるから読解を見ようとかっていう風にまあする人もいれば、単語帳を持ってって最後に詰める子もいると思うんですけど、そもそも試験会場に行って単語帳を見ないと単語不安みたいな状態で受験臨むこと自体が間違ってるので、そうじゃなくて、その大学の例えば公募でなんちゃら〇〇大学やったら〇〇大学のもう過去問を一回やったやつでいいよ、最新のやつ持ってって、でそれをもう一回解きながら時間配分やったり、その難易度やったり、こう解く順番であったりとかっていうのをもう一度確認しておく。でその難易度にびっくりせえへん状態にした、自分のその状態にした上で、試験に挑んでほしいかなっていうふうに思うかな。やっぱこうインプット系が不安やったらそもそも受験いかん方がマシぐらい の、 強い気持ちを持って普段からインプットには取り組んで、試験会場ではしっかり頭からその知識を出すっていう練習をした上で臨めば、普段と同じように、はたまたそれ以上の結果が得れるんじゃないかなっていうふうに思います。そうですね、はい。まあ、やっぱ家、学校、塾とかで問題解くのと試験会場に一歩足を踏み入れて、自分がこれから問題解くっていうのは心境が全然違うと思うんで、今言ってくれた通り、違いない、過去問を一回やったやつでいいから、もう一度再確認っていう意味で解くようにしてください、うん、はい、はい。それではこの動画はここまでにしたいと思います、はい。動画がいいなと思ったらいいねを、質問はコメント欄からお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。